水曜日のダウンタウンモンスターラブ終了後に衝撃的な発言が放たれる。許せない。t b s 系バラエティ、水曜日のダウンタウンの人気企画、モンスターラブ完結編が21日放送され、安田大サーカスの黒ちゃん46に恋人ができたことが分かった。SNS 上では、クライマックスのディープキスの衝撃に悲鳴が上がるとともに、令和の奇跡と大きな盛り上がりを見せた。沖縄で、 クロちゃんのことが好きな女性、または好きなふりをしている女性たちと共同生活をするリアリティショーとして始まった企画。9人の中から残った3人、ミク、リチ、ミナでアイドルグループ、都内傍賞を結成したが、クロちゃんの恋愛企画は続行され、3人のうち1人に告白するという内容だった。クロちゃんが選んだのはリチで、リチもクロちゃんが好きだったと告白。 夜景の美しい水辺でレインボーブリッジをバックにひざまずいたクロちゃんは34万円したという指輪を差し出し最後の恋だと思ってるから。